はい、えー、それでは1月22日の3問に入ります、えー、建物に留置権を有する者は当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる丸か×かという問題です、えー、考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください 答えは誤りですね。留置権っていうのは物上代性を有しません。そのため保険金から優先的に弁済を受けることはできないということなんですね。留置権っていうのは目的物を留置することにより、まあ、目的物っていうのは今回の問題で言ったら建物ですね。これを留置することによって弁済を促す権利だからなんですね。この問題っていうのは基本的な問題なので覚えておけば解けます。ただ、そんな勉強では本試験では対応できません。 留置権についてはあまりテストにも出ないので、えー、そもそもどんな権利なのか何がポイントなのか、えー、他の分野とどのようなつながりがあるのか、えー、これらを理解していない方が非常に多いですそのような状況では合格はできないです必ず理解しておきましょう権利関係は捨てるっていう方いますけれどもそれは非常に危険です捨ててしまうと権利関係で4点ぐらいしか取れなくなっちゃうんですねこれでは他の分野で85%以上点数取らないといけない計算になっちゃうんですよ これだと正直難しいですよねそれであれば権利関係で最低7点これを取れるようにした方が合格しやすいです権利関係を全て捨てるというのではなくて半分取れるくらいの実力をつけるようにしましょうそのためには過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です捨てるのではなくて最低限の実力はつけておくっていうことですね で、問いに入る前にまだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。クーリングオフによる申し込みの撤回、または契約の解除は、売り主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においては、もはやすることはできない。まるか罰かという問題ですね。 答えは×です。で、クーリングオフと手付け解除って別物なんですね。で、今回の問題文の相手方が履行に着手した後は解除できないっていうのは、飼い主の手付け放棄、もしくは売り主の手付け売買による手付け解除の話なんですね。で、この手付け解除の話ではないんですよ、今回の問題は。クーリングオフによる解除ができるかどうかって話をしていて、手付け解除ができるかどうかは聞いてないんですよね。 もちろん、今回の問題文で言うと、相手方、まあ、売り主ですね。今回、売り主が、利口に着手した後なので、買い主は、手付け解除はできません。手付けを放棄して解除するってことはできないんですけども、クーリングオフによる解除っていうものは、一定要件満たしたら、解除できるんですね。つまり、クーリングオフによる解除と、手付け解除は別物なんですよ。したがって、今回の問題文で言うと、たとえ手付け解除ができない場合であったとしても、クーリングオフによる解除はできますよ、っていうことです。 で、え、戸井さんです。市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届け出があった場合には、届け出をした者に対して、届出に係る行為に関し、設計の変更、その他の必要な措置を取ることを勧告することができる。丸かツかという問題です。答えは、正しいですね。地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、 土地の区画形スの変更や建物の建築などを行う場合、着手する日の30日前までに市町村長に届け出が必要ですよね。そして、届け出内容が地区計画に適合しないときは、市町村長は変更だったりとか、まあ、その他必要な措置を取るよう勧告することができます。まあ、よって正しいということですね。まあ、前半部分はまあこれまで勉強した内容で、まあ、後半部分については、 まあ、少し考えてみたら当然だなって思いますよね。届け出内容が計画に適合しないわけなので、まあ適合するようにしてくださいって勧告すると、まあ、いうことですね。まあ、それほど難しい内容ではないと思いますえ。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。